おお、すげえ、めっちゃかっこいい。ノコギリクワガタ。昔はこれ、この顎が長いやつは水牛とか言ってよく言ってたけど、どうなんやろ、今も水牛って言うんかな。というわけで、皆さんこんにちは、タリです。早速なんですが、今日の動画はこちら。昔ヘラクレスブリードやってたっていうのを、結構ねみんなに言ってたんですけど、実はあんまりクワガタのブリードっていうのをやってなくて、今回ねちょっと初めてクワガタのブリードに挑戦しようかなと思って、今回ノコギリクワガタの産卵セットを作ります。まあ、完全にねクワガタの知識全くないんで、まあネットを漁ったり知り合いに聞いたりした情報をもとに今からやっていこうかと。じゃあね、早速やっていきましょう。で、今回買ったのがこれ。でね、若葉昆虫マット10リッター。メーカーとかちょっとわからんのやけども、よくホームセンターとか、ペットショップに置いてる最もポピュラーなやつかな、よくみんなが目にするような感じのやつ、これ買ってきました。これで、あと、ちょっとブリードかじったことある人やったら産卵木入れるって、木を入れるってね言うんやけど、なんかノコギリはねこのマットだけでもいけるみたい、カブトムシと一緒で。そんな感じで用意するものは、マットと、水やね。水はちょっと加減があるんで、何リッターとかじゃなくて適当に用意して抜粋してやっていきます。今回はまずは封を切っていこう。まあ当たり前のことなんやけど、でだ、これ兜やってる時に使ってたマットとかもうどうしようもない匂いやったんやけど、あ、思ってたよりマシ匂いは。これをね、ここに全部開けていきます。さあ、ゴミはすぐにゴミ袋に入れよう、怒られるからね、お父さんお母さんに、お父さんお母さんもしくは、奥さんに怒られるんで、この辺はね、ここにとりあえずマットを入れて、まあ、こんな感じ、サラッサラサラッサラな感じね。今回ね、マットの、商品の裏に、大体の仕様というか水分加減水加減とか書いてあるから、今回はその通りにやってみよう。裏手に書いてあったのは大体こう握ってこうパーした時に団子ができるぐらい、軽く握ってパーした時に団子ができるぐらい。今はもうこれもうボロボロなるからね、はい、じゃあそれぐらいまで加水していこう。はい、加水します。これちょっと入れすぎたら取り返しつかないよね、だからある程度手加減していくやろ、こんなもんかな。手袋買ったらよかった、手袋買ったらよかった。こんな感じでね、みんながする場合はもし手袋買った方がいいかも、というよりも外でやった方がいいかもね。外でやった方がいいかもね。
さ、今更出てこられても今更出てこられてもやったな。もうちょっと早くに言ったらよかったな。よし、ほい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 、こんなもんでいいんちゃうかな。どうやろう。あのね、この動画見てもっと産ませる方法あるよ、もっとこういう水分の方がいいよ、やっぱり木入れた方がいいよっていう意見があったらね、教えてほしいです。今回ねちょっと初めてなんで、でそのヘラクレスやってた時もあのクロムシ、あのドルクス系は結構やったんですよね。オークワとかも教えてもらってやり方で、オークワとあとヒラタ、第三ヒラタとかもやってたんですけど、それはちょっとわかるんやけど、なんかノコギリってね食わず嫌いというか、なんかちょっと難しいかなっていうイメージがあったんで、これまでやってこなかったんですよね。どうなんやろ、ノコギリって簡単ですか。ちょっとねその辺も情報あったら教えてもらいたいな。まあ、なぜね昔やってたって言っても7年8年前なんでね、あらゆることを忘れてしまってるから、もう一回ね新たに一からという気持ちでやっていきたいなと。はい、こんなもんかな。でも軽く握って団子ができる、軽く握って団子ができる、こんなもんかな、軽く握って団子ができる。この前ね、もうちょっとぐらいを入れた方がいいかな。まず気持ち入れよう。よし、はい、軽く握って団子ができる、軽く握って団子ができる、このままやね。よし、じゃあこれでマットの加水は完了。次に容器の用意を。はい、一応今回用意したのがちょっといらないものが入ってるんで、今回用意したのが、プラケースのチュー、ちょっと割れてしまってるんやけどね、これ買ったばっかりなんやけど、ちょっと落としてしまって割ってしまいましたまあまあでも使えんことはなさそうなんで、このまま使っていこう。はい、じゃあこの容器にこのマット土を入れていきます。8分目ぐらいまでは入れようかなと。8分目、7分目、8分目ぐらいかな。はい、8分目ぐらいまで入りました。はい、こんな感じです。こんな感じ。はい、入れて、でこっからねちょっと思いっきり押さえつけていきますね。上からこういう感じでギュッギュッギュッとギュッとギュッとね、しっかり押さえつけていこう。8分目のマットがちょうど半分ぐらいだったかな。はい、じゃあ次もう一回ね、もう一回ここにマットを足して、こんなもん、ちょうど層ができてんの、だいたいこんなもんやね。ちょうど層ができてんの分かるかな、この辺に、 この辺やね、この辺にね。でこれを今度はこいつをさっきみたいにぎゅうぎゅうじゃなくてちょっと軽く押さえていこう。でちょっと軽く押さえていこう。でここにまた8分目まで足していこうかな。まあ だいたいこんなもんかな。こんなもんすかね。こんなもんかな。でここにこういう止まれる木をね何個か入れて
て、そしてね、今回ね、ゼリーも新調してきました。ね、プレミアム高タンパク育成ゼリーバナナ味。クワガタカブトバナナの味を分かってるのかどうか、ちょっと疑問なところはあるけど、これ入れてる。関西の人なら分かるかな、大阪の人なら特に分かると思うけど、関西のミックスジュースの匂い。これ次切っていこう。本当はね、ゼリーカッターっていういいのがあったんやけど、昔そんなも全部捨てたからあればね、ゼリーカッターがある人はゼリーカッターでやった方が賢いです。あと、ね、液だれもすごいな。なんかね、確か昔いいめちゃくちゃ液だれも少ないいいゼリーを販売してるメーカーがあったはずなんやけどね、もうそれも忘れてしまったな。なんていうメーカーやったかな。まあその辺はね、また今後やりながら思い出していこう。はい、とりあえず2つでいいかな。2つ入れて、ここに先ほどのね、この虫たちを入れていきたいと思います。これね、前回採集した虫で、でもうすでにノコがメイトガードしてて、メイトガードっていうのは交尾終わった後にメスの上にこう覆いかぶさるんよね。交尾終わった後にメスの上にこういう感じで覆いかぶさって、他のオスに交尾されないようにね、メスを守る行為なんですけど、まあ、大体それをしてたら、まあ、交尾済みっていうね、っていうのを、思い出しました、はい、じゃあこれを投入していこう。どこでもいいけどね、元気に食べてくれたらいいかなと思って締めて、はい、まあ、一応これで自分の産卵セットは終わりかな。ノコギリクワガタね、国産ノコギリクワガタの産卵セット、はい、でね、今回ねこうやって産卵セットを組まして、まあ、もらったんやけど、組んでみたんやけどね、この虫もし卵いっぱい産んで、子供がね、幼虫が取れたら、まあ、その辺は、まあ、需要があるかどうかはわからないんですけど、まあ、欲しい方にねプレゼントしようかなと思ってます。まあもし欲しい方がいるのであれば、コメント欄の方にねコメントいただくなり、まあ、そちらの方から多分ツイッターへ誘導させてもらって、ツイッターでダイレクトメールをもらうっていう形にはなると思うんですけど、まあもしね、この国産本土ノコギリが欲しい方は、コメント欄の方にコメントいただけたら、差し上げます。まあそんな感じなんで、この動画はここで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。